芝五郎、芝五郎、芝五郎、1860年6月21日、万円元年5月3日から1945年、昭和20年12月13日は、日本の陸軍軍人、軍事参議官、台湾軍司令官、東京英樹総督、第12師団長を歴任し、階級は、陸軍大将軍一等校二級に至る。 ワダ団の乱の防衛戦で賞賛を浴び、欧米各国から数々の勲章を授与された。タイムズの記者ジョージ・アーネスト・モリソンの報道も、相まって、リュートナン・コロネル・シバ、シバ中裁は、欧米で広く知られる、最初の日本人となった。陸軍部内切手の中国通りとしても知られ、ことあるごとに、中国へ派遣された。疑話団の乱において、葬式を取ったイギリス公 クロード・マクドナルドは、共に戦った芝と廃下の日本兵の勇敢さと、礼儀正しさに大いに心を動かされ深く、信頼するようになり、1901年の夏の死下休暇中に、英国首相ソウルズベリー公爵と何度も会見し、7月15日には、日本公使館に、林忠を訪ねて、日英同盟の構想を述べ、 以後の交渉すべてに立ち会い日英同盟締結の強力な推進者となった。このことから芝は日英同盟のきっかけを作った影の立役者として評価されている。東海三氏の筆名を持つ農商務次官、外務賛成官、芝志郎は二位。洋氏の芝平志郎は陸軍少将、娘は西原一作陸軍中将に嫁いだ。 着村の芝雄一郎はうは1937年、昭和十二年時点で、陸軍士官学校本科、十五期生徒である。藍津藩士、百八十国、芝沙桜の逸夫として生まれた。藍津戦争の老城戦前に祖母、母、兄嫁、姉妹は自陣した。自陣前に親戚に預けられた頃は、親戚の山荘で隠れていたが、兄たちや父親と再会する。 戦後は、藍津藩の武士階級は、旧藍津藩から移住することが決まり、藩主と同じ道の区国都南、青森県宇津市への移住を選ぶ。藩校、日進館、青森県長久寺を経て、1873年、明治6年3月、陸軍幼年学校に入校。1877年、明治10年5月、陸軍士官学校に進み。1879年、 明治12年12月、陸軍砲兵将尉に任官され、翌年12月に、士官学校を卒業する。士官生徒第3期の芝の同期には、上原祐作元水や内山小次郎、秋山吉古、本郷ふ太郎の各大将がいる。卒業後の1881年、明治14年7月、大阪鎮大三砲兵第四大大,大将隊長に就任。 1883年、明治16年2月には、この絵方兵大隊小隊長に移る。1884年、明治17年6月の参謀本部出資を経て、同年7月に陸軍中尉に進級し、同年10月には、新国左権を命ぜられ復讐、北京に駐在する。1888年、明治21年5月、この絵兵連隊小隊長につき、 翌年3月陸軍砲兵社的学校を卒業する。11月陸軍隊員に進級し、この絵方兵連隊中隊長に進む。1890年、明治23年2月、砲兵会員として陸軍省に勤め、同年5月から陸軍士官学校教官となる。1892年、明治25年1月からの参謀本部。 第二局員を経て1894年、明治27年3月、イギリス公使館不心得を命ぜられる。いわゆる駐在武官であるが8月に基調となる。同年11月、陸軍少佐に進級し、大本営参謀。翌1895年、明治28年4月から、日清戦争に出征し、5月に帰還、同年9月イギリス公使館府に服する。 1898年、明治31年5月15日、米西戦争の視察の命令を受けワシントン DC の日本公使館に着任。大使、星トールの紹介により、陸軍長官アルジャーと面会して24日にワシントンを離れ、25日から6月1日まで、テネシー州チャタヌーガの陸軍キャンプで訓練を視察。8日の予定が遅れて13日に、 フロリダ州タンパ港から出港した。アメリカ陸軍第5軍団、シャフター少将式は22日に、キューバのサンチャゴデクーバの東約16マイルの大区入りに上陸を開始し、続いて24日には同じく8海里のシボネーに、第1市が上陸し、シバはこれに同行した。7月1日に、米軍はエルカネート3保安へ攻撃を行い苦戦ながらも、両地点を確保し、 芝はこのうちさん、フォアンの攻防船を観戦した。幸福の交渉が始まり、17日には入場式が取り行われ、この方面の主な戦闘は終結した。芝はサンチャゴ市内へ入りスペイン側からも攻防船の情報を集め調査した。芝の乗った船は20日にサンチャゴを離れ、芝は続くプエルトリコ攻撃の観戦を希望したが、すでに遠征軍は出撃しており、 26日に、丹波へ寄港した船で、検疫のために足止めを受けて、上陸は例、8月1日に、ワシントンへ戻った。12月、参謀本部出資。翌年1月、参謀本部員を命ぜられ8月に帰国する。1899年、明治32年10月の陸軍中佐進級を経て1900年、明治33年3月。 新国公使館府を命ぜられる。駐在武官として着任間もない5月、義和団の乱が起こる。ボートが各国の大使館を取り囲み、日本公使館初期生の杉山明やドイツ公使、ケットレルが殺害される。芝は公使、西徳次郎の下で居留民保護に当たり、また他国軍と協力して60日に及ぶ、老城戦を戦い、その功を称えられる。 当時、北京には日本の他に十1カ国が公使館を持っており、うち日本を含む8カ国が多少の護衛兵を持っていたが、芝は事前に北京城及びその周辺の地理を調べ尽くし、さらには患者を駆使した情報網を築き上げていたことから、各国牢城部隊の実質的司令官であった。事変後、芝はイギリスのビクトリア女王をはじめ各国政府から勲章を授与された。 ロンドンタイムスはその社説で、牢城中の外国人の中で、日本人ほど男らしく奮闘し、その任務を全うした国民はいない。日本兵の輝かしい武勇と戦術が、北京牢城を持ちこたえさせたのだと記した。なお、芝自身は、アメリカ軍人が最も勇敢だったと評している。1901年、明治34年3月、参謀本部となり、同年6月から、 野砲兵第15連隊長に就任、1902年、明治35年12月陸軍大佐に進級する。1904年、明治37年4月から野戦砲兵第15連隊長として、日露戦争に出征し、1906年、明治39年2月に帰還する。それまでの功績から4月1日、高2級禁止勲章を受章する。同年3月、 イギリス大使館府の事例が発せられ、7月ロンドンに着任する。1907年、明治40年11月、陸軍少将に進級し、1908年、明治41年12月に、佐世保要塞司令官という当時、要内司令官と陰口を叩かれた官職に就く。1909年、明治42年8月就任の重砲兵、第二旅団長の後、 1911年、明治44年12月に、参謀本部府の身分で、新国に出張する。1912年、大正元年9月、重砲兵第一旅団長となり、翌1913年、大正2年8月陸軍中将に進級するが、補職は、下関要塞司令官であった。数々の武軍を立てた芝が、官職にあったのは、 陸軍大学校を出なかったからとも、朝敵である、合津藩の出だからとも言う。しかしその後、師団長を務めてからは、大正街道に復帰する。1914年、大正3年5月には、親補職である、第12師団長に営転し、1917年、大正6年5月25日に、君一等随法省受賞。1918年、 大正7年6月からの東伏見宮より人、新能のイギリス派遣にあたはこれに随行する。1919年、大正8年1月にイギリスより帰国するが、実は前年7月に東京永寿総督に親保されており、帰国後の同年8月には陸軍大将に進級する。同年11月、台湾軍司令官に進み、1921年、 大正10年5月の軍事参議官を経て1922年、大正11年11月より大名、翌年3月に予備役部屋をぐつけとなり、1930年、昭和5年4月に退役。1945年、昭和20年、太平洋戦争敗戦後に新編の整理を、はじめ9月15日に自決を図った。柴は、 老齢のため果たせなかったが、同年12月13日、その怪我が元で病死する。去年85、墓所は、藍津若松市の恵美おさむじにあり、同氏のかつて兵営があったところに、芝の聖火跡を示す石碑がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。